ラットウィンプスの剣知ってるか何ラットウィンプスの剣って。何それ俺好きよ。やったーねー、覚ましたかーそれなのにね田中真紀子とラットウィンプスの声優一緒って知ってたその剣について一緒なんだよ。田中真紀子とラットウィンプスの声優。日本大好き、日本大好きソングを作って叩かれまくってるってどういうこと なんでいけないの日本大好きソング作っちゃう。どういう曲なの日の丸って曲出したら左翼にキレられた。なんだそれは日の丸っていう曲作ったら左翼にキレられたらしい。ラッドウィンヴスのボーカルが国家っぽい曲を作ったら国家を思い出すからやめろって叩かれなくてる。<laughs> な、で,で,で待って、マジちゃんと教えて。 ちゃんと教えて「かねりたなびくあの旗にいにしえー、よりはあはためくい旗に意味もなく懐かしくなりこみ上げるこの気持ちは何?え」え聞きて「風にたなびくあの旗にいにしえよりはためく旗に」 え、これがなんで国家みたいなのドン、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 でも全然、炎上してないよ。グ、グー、グー1173として、ブー38しかないよ。森山直太郎見ていてえ、なんでこれで炎上してんのその歌詞が、その、在日の人たちに対、対して、なんか嫌な気持ちにさせるからみたいな。 あ軍歌っぽいからか。へえー。軍歌っぽいからだって。で、別に歌なんだから別にそれぐらいはいいじゃんね。それでさ、いきなりさ、将軍様みたいなのを言い始めたらさ、えーってなるけど俺も、あんなに、君の名はとか言ってたのにさ、 もう君の名はどころじゃなくて、君はジャンマネー、ハムスブレだみたいなこと言い始めたら、俺も、お前ふざけんなってなるけど、これ歌、歌なんじゃないのこれって。それって、それぐらい許してやればいいのに。それぐらい許してやればいいのに、別に本人たちそんなこと思ってねえだろ。批判のコメントを見ようか。軍歌と批判し た、批判が殺到したランドウィンプス日の丸、炎上騒動についてアメリカ人に意見を聞いてみた。アニメ、君の名はの主題歌をも手掛けた、若者のカリスマ的ロックバンド、ラッドウィンプス。そんなラッドウィンプスの新曲、日の丸が炎上している。さあ、いざいかん、ひる国の名のもとに、毛高きこのお国の恩礼、などの表現が、見たまなどの表,表現が多用される、この曲。ネットでは軍歌との批判が殺到し、2018年6月11日、最近じゃんえ謝罪したんだって ボーカルの野田洋次,次郎さんはツイッターインスタグラムで謝罪する時代になんて謝ったのごめんなさいって「戦争が嫌いです暴力が嫌いです謝罪文を読むよ戦争が嫌いです暴力が嫌いですどんな国のどんな人,たち人種の人たちとも手を取り合いたいです」 日の丸の軍歌に、えー、歌詞について軍歌だという人がいました。その意図は書いていた時も書き終わったともい今もう1ミリもありません。多分これ本心だろうね。誰かに対する攻撃的な思想もありません。そのような具体的な歌詞も含まれていません。この曲は日本の歌です。みんなが一つになれるような曲が作りたかったです。結果的にその曲で不快な思いをさせてしまった人がい,いたということが何より悲しいです。いろんな人の意見も聞いているけど、なるほど。そういう風に戦時中のことと結びつけて考えられる可能性があるのかと腑に落ちる部分もありました。傷ついた人たちに申し訳ありませんでした。だって。 うんなんで炎上してるのかごめんちょっと正確には分からなかったわ僕はお前このゲーム売れない方がいいぞ別に売れてねえだろ <laughs> そうなんだってでも分からないってことは俺もなんかそういう火種の中にカチュ中の栗にカチュ中のマロンちゃんになることもあるんだろうな <laughs> 朝鮮とは戦争しないんだろうかまカ 直接的な、やり取りじゃなくてもさ、世界対ワールドワーってそういうことだろ。多分あ。歌詞から戦争を連想させるからだし、へー。だってさ、人間っていうのは難しいな、本当に。人間っていうのは。<laughs> お前もそっち側かどっち側俺ね、今。今俺どっち側なの。どっちについた方がいいのこれ。<laughs> 本当だよなざけんなってねえ、この野郎みてなのがいいのかおいおいやめなよ彼らも別にそういう意志はないよ中立。俺は。中立です。<laughs> どっちでもいい、正直。<laughs> どっちでもいい。え、よっちゃんってい未だにガチガチの右翼な。よっちゃんは、多分ガチガチの右翼だと思うよ。<laughs> じゃねえと、おめえ連絡してくれよおい、ジゃン タボガミがよ、今度選挙でっからよ、おめえも入れろよ、おめえどうせ選挙いかねえんだろう、みたいな。あいつもうガチガチの右翼すぎて、俺に説教されてたんだぞ。おめえどうせ選挙いかねえんだからよ、タボガミの兄貴によ、おめえの清き一歩をどうぞよろしくお願いします、って言ってた。で、俺すぐバジシャン出ましてよ、あいつとしばらく関わらないですね。あいつがもう、右まみれになって。